こんにちは、こんばんは、です。今回は封印の玉狼の読みに行きたいと思います。あとね、こっち1日なんですが、まあ、結構のんびりやっておりましたよということで、先ほどメメントモリかなやってたんだけど、あれもうこんなもんで使えるんだ、なるほど、いいね。で、何行くっつったっけ、読みか、そうで、今回使おうかなと。ちょっと待ってね、こっち思うキャラが結構ね、皆さん使ってると思うんだけれども、いました、こちらね。あ、いないって言おうとしたらいました、よかったよかった。ベルゼブブですね。はい、こんな出来で言ってたので、貫通さんの反射値 OK、 いきましょう。まあ、であれだ、スペシャルアイテムが出てるみたいだね。まあ使わずいきましょう。でエデンがね、ちなみにエデンね、楽ずっと動いてないんだよね、こっから困ったもんだ。はい、読みも久しぶりかな、うん、やるのが爆絶、そうね、新爆絶はやってたけど、爆絶あんまり、そうだね、時間が合ってないような気がする。あ、で、ベルゼブブね、これ重力ダメ用の、マフージを素で持ってますよという感じで、あら、まあ、でこれこの反射だよね、反射こんな感じ、こっちから行くとね、残像残るんだよね、これいけるかな、意外と スピード足りないんだよね。 OKOKOK 久しぶりだからね、これでも楽しいね。でもレンブラントをゲットしたから、レンブラもね、育てて使いたいんだけど、あら、今下回ってってウリエル行って村雨倒すよみたいな感じだったんだけど、うん、いいね、オッケー、両面っていいね、やっぱり重力ダメよね。はい、で次なんだよね、バトル4かな、ここが、まあ、個人的に苦手なので、 OK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 、 ここをどうにかできるとね、いいんだけど、なる、個人的にはね、ここはね、ゴリ押しできれば一番強いんだよねって感じはするんだけど、ん、横でいいかな、はい、ん、強いぞ、でここ注意、いけるか、なるほど、大丈夫、オッケー、なんとかオッケー、剣だけ取ろう、とりあえずオッケー、とりあえずね、ベルゼブブいいね、やっぱりいいね。ちょっとね、エラーがちょこちょこ出てるんで、カットしながらやっているんだけれども、うん、大丈夫、うん、 OKOKOK、
今ね音が途切れた気がするんだが、まあ大丈夫か。なんか中途半端だな場所が。オッケー。待って SS であれだよね、触れた味方が3ターンあれってやつだよね。オッケー。てか友情がなかなか刺さってんな。ゼブブ、なるほど。あれ金貨にしたいね。倒しちゃうかなこれ。まあ取ってもいいや。オッケーオッケー。で金貨オッケーだね。友情ナイスだね。ちょっと待ってね、一回止めよう。ちょっとね怪しかったので一回カットしましたよということでやっていきましょう。これ靴あるからどうにか、うん、取れませんでした。オッケーオッケー。全然オッケーじゃないけどね。ほい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 。これ貼られても大丈夫だから。なるほど。これ結構大変じゃない？ OK。でここから雑魚処理しよう。実際はね上のカチカチ君をね倒すと思うけど、これもベルゼブブが両面持ってるからってのはあるよね。安心。これいけるでしょ。 OK。 余物戦を退けるか。でも無敵3ターンでしょ。まあ、振れればだけど結構余裕になりそうだね。こんな感じ。 OKOKOK。 これも大丈夫ですね多分。あんまり左下にいたくないんだよね。で次点売りか。ブリブリブに触れてもいいよ。あ強いね。ちょっと点売りを上に上げたいかな。ね、上に上げたいよね。ちょっとなので手振りをが右にこう移動しながら突破するっていう感じ。が理想かな。いかない。オッケーオッケーオッケー。これで突破するじゃん。戦を退ける。左下は一番ダメなんだよね。うん。でベルセブブか。これ打ってどうすんだろうな。これそうだよね、触れらんねえんだよなこれ。まあ、縦でやっても面白そうだけど、とりあえず暴れます。ストライクショット売れますか。 OK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 。 いいですね。はい。再び世界を創造する。
に入んなかった。エデンの SS 多分ね、もう何年ぶりとかって言っていいほど打ってない。すっきり久しぶり。ストライクショット。でもこれぐらいのなんだろう、適当っていうか打っても大丈夫なぐらいベルゼブブ強いってことだね。これ当たるかな、こって当てましょう。ここの剣の道、いや武蔵強えなやっぱり。はい、でもこれも両面なんで安心ですよとっていう感じですね。なるほど、これは強え。基本自分は貫通を連れていく感じだったんだけど、ベルゼブはありだね。はい、ということで今回は玉露ですね。で読みですね、獣神化のベルゼブを連れて読みに挑戦してみましたよということで、ちょっとこっち最後の画面だね。はい、ここで終わりにしましょう。あと一つ、赤シャンを今回残したので、今回ちょっとトワルコを連れてね、赤シャンに最後やっていこうかなと思いますので、そちらの方もねよろしくお願いしますよということで、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は画面左の登録ボタンからお願いします。この動画に関連する再生リストは真ん中の再生リストをクリックかタップしていただくと見ることができます。その他にもいろいろな動画を上げておりますので、ぜひご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。